ダービー初出走で称号をつかんだ安田翔吾氏は41歳10ヶ月19日とグレード制導入後調教師として最年少でのダービー v 余韻に浸りながらも前走皐月賞を競争除外のことがあったので無事にレースを終えることができてよかったと相葉を気にかけた父高之氏の下で3年から調教女子として研産を積んだ 長教師へ転身この大舞台の重みをより強く感じていた。父が調教師として勝てなかったダービー。息子が力強くとった。ダービーは憧れのレース。この年齢でダービーを勝たせてもらった。この経験を今後に生かしていかなければと口を結んだ。 ダノン・デ・サイルを担当する原口・キ務員は G17 勝馬テーエム・オペラ王や東京大商店4連覇オメガ・パフュームを手掛けた腕利き。ダービー3着だったテ m エム・オペラ王の悔しい思いが25年の時を経て、ダノン・デ・サイルで結実した。安田氏はキャリアが豊富で馬との距離感を取るのがすごく上手な方。中間は、 精神状態の面の確認は取りましたが、コンディションに関して細かい指示はしていないと全幅の信頼を寄せる。兄、圭一郎助手が調教の陣頭指揮を取るなど、急射力は年々向上。若きトレーナーを支える優秀なスタッフが顔を揃える。ダービーという大きな勲章を得て、さらなる大舞台へ翼を広げる。